あのオリンピック、まあ、始まっちゃいましたね。でもこのオリンピックは始まる前に、あの菅総理っていう人が、まあ、あの日本の総理大臣なんですけど、なんか海外のインタビューでこう答えたんですよ。なんか私の周りにはあのオリンピックを中止した方がいいっていう人が多かったと。でもあのやめるのは簡単なことだと。あえて困難な道を選んで、困難な道を進んで、そこで得たものがあの人々を大きく成長させるのだと。だから私はオリンピックをあの開催したのだと。なんていうか、そういうこと言うんだったら、あのまず自分たちも身を切れと。だってあのこのオリンピックすることによって、あの、まあ、自粛制限とかされて自営業の人は相当苦しい思いしてますし、あの居酒屋とか飲食店なんかはもう結構潰れた店も多いんですよ。なのにあの政治家連中って言って、例えばあの給料なんか129万4千円でしたっけ、月。その他に100万円の政務調査費、あ、非課税、こういうの、ま、一円も削ってないんですよ。自分たちは全然痛い思い、自分たちで困難な道進むって決めて、自分たちは、あ、もう身を一切切らずに、その、国民にばっかり痛みを押し付けて、それでなんかあの、オリンピックが始まって、あの、金メダルいっぱい取れて、おめでとう、やっぱ素晴らしいんだ、とか言って、これで次の衆議院選も勝てるんだ、って。まあ、もしかしてなんか本当に勝つかもしれないですけど、僕これで、勝たすのはちょっと、いや、あの、僕、アスリートは応援してますよ。あの、ちっちゃい時から、もう他の、もう、漫画も面白いし、もう、ゲームも面白いし、本当に誘惑するものがいっぱいある中、それでも一つのスポーツに集中して、あの、その、その、まあ、日本の、まあ、その国の代表になった人たちは、には、頑張ってほしいって心から思います。まあ、僕もボクシングしましたけど、やっぱり、あの、美味しい食べ物だったり、漫画だったり、まぁ、あ、ちょっと彼女ができたりしたとかした時には、もうそっちにもうフラフラフラって行ったりとかして、要するに誘惑に負けて、もう体制できなかった人間ですから、そういうの、あ、そういうのともうまくつき、うまく折り合いをつけて、体制して国の代表になったって本当に素晴らしいことだと思いますし、まぁ、あ、応援したい気持ちはあるんですけど、政治家の人たちにいいんですが、言いたいのは、そういうやつを利用してなんか、あの、自分の株を上げようとするなと。これだけは言いたいんですよ。で、もう、美味しいとこ取りばっかりしようとしてるのにすごいムカつくんですけど、例えば今、東京周辺の高速道路って今、一律1000円アップしてるらしいんですよ。要するになんか他の自営業者とか、使ってなんかそういうオリンピックの、そう、オリンピック関係のなんか輸送が滞らないように。これ、なんでオリンピックのために、いや、確かにオリンピックは4年に一度です。4年に一度で、まあ日本でやるのはもう、もしかしたらもうこれ最後かもしれないですけど、でも、それ言ったら国民一人一人だって、その人生はこれが最初で最後なんだから、そこまで邪魔するなよと。で、どうしてもやりたかったら、今まで何をやってきたかって言ったら、もう、ゴッドやったり、コロナ広めるようなことばっかりやってきたじゃないですか。結構、もう、外国の専門家とか、他の専門家も、いや、今これはまずいんじゃないかと、いうことを、なんか、目先の利益だけで、どんどんやってきた結果、もうこんなにコロナも広まって、だって日本島国ですよ。ちゃんと、規律を守って、しっかりコロナ対策しとけば、むしろ、なんかニュージーランドとかみたいに、広まらなかったと思うんです。その状態でオリンピックやればよかったのに、国民に、なんかそういう、無理を押し付けてきて、たった給付金10万円1回で押し付けてきて、それでも国民頑張ってやってくれたのに、もうゴッツーやったりとか、外国人の観光客、外国人の研修生受け入れたりとかして、どんどん広めてきたのは政治家たちじゃないですか。で、その上で、なんかやるんだから、もう、せめて国民の生活を犠牲にするのだけはやめてほしいなと。で、もうそういうこともちょっと、まあ、国民の人も、まあ、次の選挙まで忘れないでほしいなと。